どうも、ヌヌです。フィリスのアトリエ、続きから遊んでいきたいと思います。あるね。次の場所に向かいたいんですが、どうやって行けばいいのかな？走っていこう。ワールドマップ見ると南側から行けるのかな。これ面白いね。面白いの？通れた。よーし。結構前回まででなんていうか遠回りしてたね。他の場所っていうか端っこまで行ってたっていうか。してなかったっけ。あたしはイルメリア・フォン・ラインウェバー。今をときめく超一流の天才錬金術師よ。イルメリアした噛んだ。呼びにくいならイルでいいわよ。あと敬語もいらないから。うん、わかった。よろしくね、イルちゃん。じゃあ次は私たちの番だね。私はフィリスで、こっちはリアーネお姉ちゃん。フィリスにリアーネさんね。こちらこそよろしく。でイルちゃんはここで何をしてたの？立ち往生。魔物を殴ったら杖がバキッと折れちゃったの。持ってきた爆弾も使い切っちゃって、調合さえできればどうにかなるんだけど、こんな森の中じゃそれも難しいでしょ。だから途方に暮れてたってわけ。なるほど。私のアトリエでよければ貸そうか。え、いいの？フィリスのアトリエってこの近くにあるとか？ううん、ちょっと待っててね、すぐに貼るから。貼る？本当に助かったわ。まさか持ち運びできるアトリエがあるなんて。困った時はお互い様だよ。でもイルちゃん錬金術上手なんだね。あっという間に杖を直して道具まで作っちゃうなんて。ふふん、だから言ったでしょ、私は超一流の天才錬金術師だって。そうだったね。そういうこと。さてと、私はそろそろ行こうかな。とその前に、はい、これアトリエを貸してもらったお礼よ。作りたてのほやほやだから好きにして。
いいの？ありがとう。いいのいいの。それじゃバイバイ。イルちゃんか、また会えるといいな。うん。取れるものも違うね。いざという時に役立つかも。ヒロイット。なんか気持ちよさそうな場所だね。アイテム拾って。ウニューっていう薬の材料がこの辺りにあるらしいんだけど見つからなくてね。ウニューっていうのが取れるの？ないかな。ここは洞窟だね。薄暗い場所ね。足元には十分注意して。いいものないかな。いいものないかな。ウニューってのはどこで手に入るんだろう。ここ広いね。ちょっと疲れてきたよ。ないかな。五十下待ったか。
右手の法則できたから左手で帰れば大丈夫だな。アトリエメイクができるようになった。踊る植物、なんかいろいろ作れるのかな。どれを作ろう。エリキシーはない。大きい砂時計。材料はどれにしよう。これで1覚えて、よし始めよう。材料投入。お菓子を焼いていたの。もしよかったらイルちゃんもどう？あ、ぜひいただきます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。お粗末さま。あら、ウィルスちゃん、口に食べかすがついてるわよ。大丈夫、自分で取れるから。イルちゃんが見てるから。前から思ってたんだけど、リリスとリアーネさんって姉妹なのよね。そうだけど、どうして？いや、いろいろ正反対だなと思って。リアーネさんはしっかり者だけど、リリスはおっちょこちょいっぽいし。うん、おっちょこちょい。リアーネさんは背が高くてスラッとしてるけど、リリスはチンチクリンだし。チンチクリン？他にも。やめて、もうやめて。傷つく、傷つくから。そう？じゃあこのくらいにしといてあげる。私だってまだ成長期だもん。いっぱい食べて大きくなるもん。その調子、ファイトよ、フィリスちゃん。まあ、どことなく天然っぽいところはそっくりかもしれないわね。
確かにね。さて、どれを作ろう。レベルが足んないんか。こっちじゃないか。アトリエメイクできるのはここじゃないのかな。なんだ、何か用でもあるのか。話があるならはっきり言え。ごめんなさい、なんでもないです。なぜ謝るんだ。だって、レビーさん怒ってるみたいだから。いや、別に怒ってなど、そうだな、これをやろう。後で食うといい。お菓子なあ。どうしてお菓子なんかくれたんだろう。やっぱり変な人だな。ミリスちゃん。どこでやるの？アトリエメイク。あ、ベッドか。なんかもっといろいろ作ってみたいな。作るとか買うとかしてみたいけどね。まあ今はそうだな。まあ一個作れただけいいのかな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。